こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アンサリングデュー、ダッシュがつきません。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。イルドサリーゲイル前に行きそうです。続いていくのがナーガルクレスト。イルドサリーゲイル先手を取りました。内からはエリモミラクル、その外に皆川カーソン、キッチンニードルズ、そのうちに続いています。その外からアンサリングデュー、すぐ後ろにクランバータウソン、クリスザストップ、後ろから並んで4番ウィンドマリン、サンフォードハーフ、それに続きます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。エルバイカ上がっていきました。トゥーパッサー、すぐ後ろしんがりからアメリアアラブ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から12番イルドサリーゲイル、依然として先頭、さらにはナーガルクレスト、少し間が空いてキッチンニードルズ、その外に皆川カーソン、好位置をキープしています。クリスザストップ、すぐ後ろにウィンドマリン、その後ろからはサンフォードハーフ、黄色の帽子アメリアアラブ、その後ろクランバータウソン、その前に進出、すぐ後ろにアンサリングデュー、その後ろにエリモミラクル、その隣にエルバイカップ、最後方にトゥーパッサー、前の方からもう一度。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてイルドサリーゲイル、2番手はナーガルクレスト、3番手にクリスザストップ、絶好の手応え。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。イルドサリーゲイル先頭、外から勢いよくクリスザストップ、ここで先頭はクリスザストップ、残り 100m、 後方から一気にエルバイカ、2番手はナーガルクレスト、先頭はクリスザストップ、1着でゴールイン、2着はエルバイカ、勝ったのはクリスザストップ。